トゥーワン社会科の白石です。本日はこちらに書いてあるセリについてお話ししたいと思います。野菜や魚やお肉などはセリにかけられて値段が決められて皆さんも買うことができると思うんですけども、そのセリの種類にはいくつかありまして、まずお花ですね、花はですね、一番高い値段からどん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 こう値段が下がっていく電光掲示板を見ながら、花を買う人はこうボタンを押して値段を決めていく、こういったのをですね、機械競りと言います。同じようにお肉もですね、たくさんベルトコンベヤで並んでくるお肉を、電光掲示板でこうボタンを押しながら値段を決めていきます。これとは違ってですね、皆さんも競りといえばこれというイメージのものがですね、固定競りというのがあります。こちらはですね、競りを行っている人と競りで、物を買う人が、移動しない状態で物を見ながら値段を決めていくものですね。それとは違って移動競りというのがありまして、こちらはですね、値段を決めていく人がどん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 移動していくのを移動競りと言います。あと最後にですね、その競りで使われている、指で数を表すものをご紹介したいと思います。これがないとですね、皆さんこう競りをしている時に、何をやっているのか分かんないという感じになってしまいますので、皆さんもまあよろしかったら覚えていただければいいかなと思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 こちらで競りの話は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。